はい、私どもではですね、現在60歳以上の役員様向けに、役員報酬最適化によります、老齢厚生年金の支給停止解除、という、ご支援をさせていただいております。役員さんの役員報酬、年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、老齢厚生年金が支給停止にはならないで受け取っていただけると、こういう方法なんですね。ただ時々ですね、ご質問をいただくんですけれども、私どものこのプランのですね、最大の特徴は、役員さんの役員報酬のトータルの年間総額を下げないという点なんですね。役員報酬の、トータルの額ですね、もう下げるんであったら、これは役員報酬、老齢厚生年金が受け取れるのは一般的によく知られていることですのでね、そういった方法をお伝えしているのではございませんので、役員報酬の年間総額、トータルは変えないで、しかも老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけると、こういう方法をですね、お伝えしておりますので、特にシニアの役員様に、大変喜んでいただいておると、こういうことでございますので、中に誤解をされている方がいらっしゃるようですのでね、念のために、お伝えさせていただきます。